い、ちょっと聞こえてるかわかんないけど、今日のマキエです。ポケモンやりながらやってます。もう月曜日なんでだるいです、しんどいです。でもマキエはちゃんとやります。はいはいはい、1個目ね。はいね、今日の朝伊勢川内さん見ましたっていう報告です。朝からね、なかなかなもの見てる、なんなら途中だったから、ちょっと途中で今一回やめちゃったから、またちょっと明日の朝見るわ。うん、明日の朝続き見ます。で、悪内はね、まあアニメやってんだけどね、貯めてみたいんで悪内は貯めてみます。後から見ることによってね、そうやってね、いいものをね取っとくことでいい感じになります。いい感じに。はい。オン。あれ、体中、もうね、もうみんなね、もう俺、もうしんどい。マジで。あ、終わりだ。あ、もう終わりだ。しんどい。あ、そして、この顔文字ね、この顔文字2種にめちゃめちゃ頼ってる。なんだ、その下の涙のやつもめちゃめちゃ頼ってるから、もう、ね、もうやめろって。こびてる、完全に、この脱に。でもね、使いやすいものは使った方がいいからね、これからも小僧で使うんでね。はい。で、次が、あ、そう、なんか推しの子、なんかね、漫画ね、のアニメのなんか PV みたいなのたまたまあったから見たっていう。いやね、俺途中、最初ら辺は見てたけど途中から見てなかったけどね、やっぱアニメとかできたらね、そっちはちゃんとなんか見たいなって気持ちがあるからね、多分見るね。多分見なよ、見ろよ、未来の俺。うん。あ、飛ばしてる？あれ？あ、違う、飛ばしてる？飛ばしてないわ。飛ばしてたわ。あ、そう、水木一郎さんがさ、なんか、ね、あの、マジンガ Z の曲とかね、よくやってる。空に浮かぶ黒金の城、スーパーロボット、マジンガ Z のあの人ね。なんか、肺がんだったかな。で、なんか、闘病してたらしい。でもね、らしいっていうか、まあね、その、テレビでちょっと出たりした時、車椅子とかでも見てたから、あ、なんかあるんやなっては、まあ、それはわかるけど、いや、やっぱ急に亡くなっちゃうよね。そう、最近猪木さんも亡くなっちゃったりとかさ、まあ、やっぱりさ、もう、うん、なんか芸能界の故障が、なんか、だんだん亡くなってってさ、もう、なんかちょっと悲しいよ、ほんと。マジで。やだね、ほんと。もっと長生きしてほしいんだけど、やっぱりそうやってなんかね、過度なスケジュールだったりとかで、やっぱりそういう病気とかになりやすいんかなとかも思っちゃうよね、そういうのね。うん。まあ、ちょっと、これから帝王の座を誰が受け継ぐのか、わかんないですけど、でもまあ、いいというか、もう本当に、ね、アニメ界にもね、革命をもたらしてくれた方々の一人ですから、もう本当に、ね、天国でも、みんなを虜にしてほしい。ならもう、さ、もう逆に先に亡くなっていた人たちに聞かせに行ったのかもしれないから、歌声を。だからちょっと、よろしくな。頼むわ。うん。で、帝王つながりで、そう、言葉きあの帝王のフィギュア、なんかメール一切今からもうさ、あれ俺注文したっけってちょっと焦ってるよね。もういつ払うのかとかそういうのもちょっと焦っちゃう。もう発売日がでも出てないからまだ、そう、月この月発売ってだけで何日に発売しますよとは出てないから、まああれ、まあ言えてはいるんだろうけど、でもなんかね、ちょっと早めにしてほしいなっていうのがあるわ。うん。で、次がクリスマス、あ、そうそう、あのね、イラストっていうか、ちょっと待ってね、あれだわ、画像があるからそっちやるけど、すればいいわ。あ、この辺も全部あれだな、はい、画像だな。よし、行くわ。グミリベンジ、さっきの動画だね。動画見てない人はこれで見れるよっていう。はい、結果こんなんでした。はい、帝王出ませんでした。で、冗談も出ませんでした。なんでまだいつか買うかもしれないんで、まあそれがいつになるかわかんないけどね。そう、動画のとこチラッてスクショしてきたから、うん、まあ、うん、頼む、いつかは来てくれ。で、あ、そう、チェーンソーマンのコラボイベントをさっきちゃんとやって、
で、なんか、アキくんとデンジの像だけ残して、まあ、こんな感じでなんとかやりましたって。これ終わってもまだね、メインイベントの方があるから、そっちもやんないといけない。でも今、ジュエルが今190ぐらいあるから、まあ、明日ぐらいにやればもうたまるんじゃないかな。なんで、まあ、ガチャやるんで、またよろしくお願いします。で、クリスマスイベント、これもう黒からね、後ろの羽と髪の先っちょとかでもう完全にもう黒からね、もう、いや、優遇されるのはわかるけど、まあね、いいと思います。とてもいいと思います。とてもいいと思います。あ、画像アップできない。はい。あ、で、これがそう。例のやつ。なんかめちゃめちゃなんかそう、2023年もね、やっぱ遠いね、ほんと。遠いよ。もっと早くやってくれ。あ、で、これがほんとね、なくなっちゃった、マジで。あとは、まあ、これ。晩ご飯と、あ、ケーキと、あ、そうだ。え、書いてない？あれ？書いてなかった、さっき。あ、下のに間違って移動しちゃったのかな。あれ？あ、なんか、あれ？う、え？え？あ、これじゃない。あれ？さっき書いてたはずなんだけど、どっかに、あ、ここにあるわ。ここにあるわ、はい。ちょっと待って、ここにあるから、こっちに移動させといて。よいしょ、OK。そう、新しいやつね。新しいやつってかもう、結構前に出てたけどさ、知らんかったわ。なんかこんなやつ、面白そう。ね、この人やつ、結構やるやつ、おもろいから、誰も。まあ、僕、SAO しか見てないんですけど。なあ、まあ、楽しみだね。楽しみっていうか、まあ、見れたら見るわ。うん。はい、ということで、でもね、やっぱりこの人ね、こういう、ちょっとね、ゲーム地味な感じ、ゲームと現実を混ぜた感じ好きだから、俺もそういうの好きだからね、嬉しい。だからまあ、うん、見るかもしれないけど、まあ、とりあえず今の時期はやばいから、そんなかもしれない。っていうことで、はい、今日の負け終わります。ということで、おやすみなさい。またね、次の今日の負け、もしくは別の動画でお会いしましょう。それじゃ、また。